こんにちは、週刊中年ジャンプ編集長のストーンです。今回はですね、お題をいただきまして、今回のこの感染症騒動についてですね、これまあどう思うかっていうことなんですが、僕はですね、この感染症、まあ、もう2年になるということなんですけども、まだね、未だ感染経路が明らかになってないとかですね、まあ多分分かってはいるんでしょうけども、公表されないとかですね、あと、まあそれによってですね、まあまだマスクをつけなきゃいけないとか、まあいろんな問題がある中でですね、日々思ってるのは、僕はね、これちょっとね、なんか意図的なものを感じたりするんですよね。これは本当僕の妄想なんですよ。妄想、何の証拠もないですけども、まずこの感染経路が明らかになってないっていうのは、これありえないと思うんですよね。ちょっと前まではその飲食店でね、集まってこう騒いで、しかも酒飲むとなんか映るみたいなことをね、言ってたんですけど、そんな、全然そんなの、科学的にもおかしいですし、そういうことをですね、なんか正面切って言う人が出てこないとかですね、あとは、そうですね、その、まあ、定期的にね、マスコミもニュースでこう煽ってみたりとか、10月とか11月なんか、11月頃でしたっけ、感染者2人ですとかね、東京都で2人ですとかっていうこともニュースで言ったりとか、これ前振りかなとかね思うんですよね。で、今この時期になって、なんかね、増えてきて60人ですとかっていう話になってくるわけなんですよね。だからそういう、なんとなくちょっとね、なんかおかしいなっていうのが冷静に考えるとですね、あったりするわけなんですよね。で、その感染者っていうこともですね、キーワードっていうか、感染者っていうワード自体がですね、なんか新しくできましたよね。感染症で感染者っていうのは、あんまりカウントできないっていうふうに聞いてるんですけれども、まあ、発症者ですよね。インフルエンザなんかも、やっぱり病院に行って、お医者さんがカルテに、あなたはインフルエンザですよって書かれた時点で、なんていうかな、インフルエンザにかかった人っていう認定、インフルエンザの、なんていうかな、インフルエンザ発症者っていうんですかね、そういう感じでカウントしてるのはそういうことらしいんですよ。だからかかっていても病院に行ってなかったら、そのカウントには入らないっていうのが今までの統計なんですよね。でも今回はそうではなくて、もう感染者で PCR 検査っていう、そのまだ未だね、科学的にというか、まあその不確実というか、確実でない方法を選定して、これで基準を作るっていうことでね、やってるんで、不確定とか、なんていうかな、この、ね、すごく、こう、曖昧っていうとまた、ちょっとわかんないですけども、そういうものを使って、カウントしていくっていうところもね、なんとなくこう、ね、ちょっと怪しい部分があるなっていうのは僕は思うんですよね。なんとなくこれはもう世界的にこういう、まあね、世界を巻き込んだことになってきてるんで、まあなんとなくこうね、コンピューターウイルスの話なんかもね、僕なんか連想しちゃうんですけどね、コンピューターウイルスありますよね。あれもやっぱりこう、まあ話によればですよ、これもコンピューターウイルスを作ってる会社がウイルスと言われるものを作ってですね、まあ感染、メールとかで感染させて、で、そこに来てですね、我が社のこういう、ウイルス除去ソフトがありますよっていうことでね。で、これを毎年もう続けて買ってもらえれば、まあ、かかりませんよ、みたいなね、ことがあったりとかですね。そういうのとかね。まあ、あとはその、ね、ウイルス、コンピューター関係のね、マイクロソフトの創業者ですよね。ビル・ゲイツさんなんかも、こういうものに、実際ですね、ビル・ゲイツ財団っていう、これはね、隠してる話ではなくて、もう、インターネットでもね、各国でそういうのは流されてると、全然向こうも隠してないんですよね。隠してなくて、まあそういうのをやってると。そういうのっていうのは、今回のこの、この騒動ですね、感染症騒動の2ヶ月ぐらい前に、そういう会議を開いてですね、イベント201っていうのかな。を開いて、こういう感染症が起きた場合は、世界各国のその専門家とかですね、あと金融とか、あとはその、財界とかですね、政治とか、そういったリーダーたちはどういうふうに動くかっていう会議をしてるんですよね。
で、その内容もですね、今回のこの騒動に本当に忠実なまでにシミュレーションされてるんですよね。だからそういうのもですね、それと今回のこの騒動が、彼らがやったってことではないとは思うんですけれども、なんとなくそういうのもですね、あるのかなと。まあ、コンピューターの世界でね、頂点の人たちがデータを使ってやって、今度は実践でやってみようとかですね、そういったこともね、考えられそうですよね。映画になりそうなお話なんですけれども、こんなことも僕なんか思っちゃうんですね。ただこういう話を日本人とかね、日本の報道がしないっていうのも、やや、なんていうかな、こう、ちょっと疑いを、の目を向けてしまうというかですね、そういったこともあるなという思うんですね。まあ世界ではですね、こういうものはもう翻訳もされてですね、出てるんですが、日本ではですね、そういう、まあイベント201なんていう花、ワード自体もね、出てないですし、だからこういう話をしてもですね、面白い話だねって形では言われるんですけど、まあ本当だとは思われないんですよね。まあそういうところがあるなっていうところですよね。うん。だからやっぱりこの情報っていうのはすごく人を動かす、風向きというかね、人を動かすパワーがあるというかね、思うんですよね。だから、こういう情報が入ってきたら人はどういうふうに動くのかなとか、まあね、こんな感染症とかで、誰も重大なことになってないのにもかかわらず、報道ではもう大変なことになるっていうね、2ヶ月後にはとかね、東京ではとか、なんかそんな話があると、みんながどういうふうに動くのかとかね、そういうのがですね、そういうところはね、すごく株式とかね、チャートですよね、ああいう売り買いのチャートなんかね、ああいうものが読めると、すごくこう、面白いなと思うんですよね。人の動きって、人の心理ですよね。集団の心理がどういうふうになるかっていうのを、こう、ちょっと一歩引いてみるとですね、すごく面白く分かってくるっていうのがね、なんかね、トレードをやってると、そういうのも、なんか少し見えてくるかなと。感染者のグラフなんかも、あれもまあ、チャートなんで、ああいうのもね、なんとなくこう、見えてくるっていうのも面白いかなと思いますよね。はい。ちょっといろいろ話しましたけれども、まあ、今回のこの騒動ですね、これはなんか僕はですね、本当に妄想なんです、妄想の世界なんですが、これはね、ちょっとね、戦争なんのかな、戦争に近いのかなと思うんですね。だからどこが味方でどこが敵国かっていうのはわからないんですが、まあ、どこかで利益を莫大に得てるところがあるんじゃないかろうかと思ってしまうところなんですけどね、私の妄想でございました。はい。ということで、今回の感染症っていうのはですね、こんな形で、まあ、ただの、こう、感染症ではないなと思うんですよね。ちょっと、まあ、こう言うと怒られちゃうかもしれないですけど、芝居じみたというかですね、そういったとこがあるにもかかわらず、みんなも大体の人はそういうのはうっすら分かってるんですが、なかなかそういう話をしないとかね、あったりするんですよね。やっぱり今ね、ソーシャルディスタンスとか、そういう言葉もね、なんか英語で使ったりしてですね、もっともらしい感じするんですけども、なんかそれもですね、僕は集まってこういう話をできないようにしてるんじゃないかなとかね、これ妄想ですよ。妄想なんですが、とかですね、思っちゃうんですね。まあもともと日本人っていうのは、いろんな意見をこうぶつけ合ってですね、話し合うっていうのは、まあ苦手ですよね。僕も含めてそうなんですけども、遠慮しちゃうっていうか、気を悪くしちゃうんじゃないかとかって思ったりするんですが、ただまあそこに拍車をかけてですね、もう集まって話ができないようになってるとかですね、そういうのはやっぱりなんかいろんなところで影響が出てるのかなっていうね、日本人の気質もあるんでしょうけども、やっぱりその辺もですね、こうなってくるとですね、もう自分たちの権利とかですね、そういったものもにもかかってくるんで、その辺はやっぱりこう、まあ家族からとかね、よく友達、仲のいい友達からでもいいですから、やっぱちょっと話し合っていく必要があるのかなっていうふうには思いますね。こういったことは本当なのかとかですね。まあ陰謀論的なものでもいいですから、やっぱり話し合っていくってことが必要になってくるのかなと思いました。はい。ということでですね、今回は以上となります。ありがとうございました。さよなら。